はい、皆さんこんばんは。今回は BGM だけは神すぎるゲームを3本ほどご紹介していきたいと思います。なお、ストーリーなどに関しましてはネタバレになるので言及を控えさせていただきます。ご了承くださいませ。では早速ご紹介していきたいと思います。2009年1月22日に Wii で発売されたフラジールさよなら月の廃墟。2007年6月14日に Xbox 360で、2008年9月18日には完全版となる PS3 で発売されたトラスティベルショパンの夢。2017年3月30日に PS4 と PS ビータで、2017年9月26日には PC で発売されたブルーリフレクション幻に舞う少女の夢。以上、 BGM だけは神すぎるゲームのご紹介でした。この後フラジールとブルーリフレクションの神 BGM を視聴者の皆様に聞いていただこうと思います。いいなと思ったらぜひゲームソフトの購入を検討してみてはいかがでしょうか。では続けてどうぞ。